今日の動画は、こちらのマシュマロ、コーヒーマシュマロですね、を咀嚼する音の動画です。はい。で、まあただ食べるだけだと、寂しい。
応そのまま飲んでみようかな、一口。じゃあいただきます。多分めちゃめちゃ熱い。したい。なんかそんなに高いとも思わなかった気がする。
すごい相性いいチョコのやつとこのコーヒーが。今のがずっと口閉じたままだったやつで、まあ、次ちょっとだけ口開けて食べてみますね。好きなのはタニーズのハニーミルクラテみたいなカフェラテにシロップと蜂蜜入れたみたいなやつが好きなんですけど、まあ、めちゃめちゃ甘いんですけど、それはやっぱそういうのが飲む機会多いかな。あんまり、ね、コーヒーだけで飲んでうまいと思ったことはないですね。なんかビールとかもまだ美味しい成長していくんですかね。でもピーマンは初めて食べた時から美味しいと思ってて、まあ、正直よくわからないそこら辺のあれは。今度ねお酒飲む配信というか
シュマロの中にチョコ入ってるやつとか、ああいうのはだいたい3つぐらいで飽きるんですけど、このコーヒーマシュマロは本当にこの1パック分これだけで食べきれちゃうんじゃないかっていうぐらい美味しいって思10g かな。なんで、まあ、大体300キロカロリーかな。おにぎり2つ分ですね。おにぎり2つ分か。まあちょっと明日から気をつければいいや。
咀嚼音だけをひたすらし続ける動画と、まあ、こんな感じで喋りながら食べて喋って、まあ、準備して食べて喋って食べて喋ってを繰り返すのと、どっちがいいのかなっていうのをぜひここまで見てくれた、そう、まあね、そんぐらい自分のこと見てくれてる人の意見を優先したいから、まあ、みんながどうとかよりね、ぜひ率直に